はい、こんにちは、MB です。はい、こんにちは、まとめです。というわけで、今日はユニクロ U の総括、はい、2021年春夏、はい、全型買いましたね。全型買いましたね。はい、毎年恒例ですけれども、はい、その総括をやっていきます。はい、前半は MB チャンネルの方で、はい、で後半はまとめチャンネルの方でやっていきますので、概要欄の方から後編に食べるものがありますので、リンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。ください。まあ、2021年春夏ユニクロ U ですけど、はい、本当に良かった。良かったですね。良かったですね。好みだったな。非常に好みでした。はい、で、まあ、あいつこれだけ MB 好みだったら、うん、いいって言ってくれるだろうと、はいはいはい、ユニクロが読んでですね、はい、ライブステーションに呼んで、あ、はいはいはい、公式ライブ配信もさせていただきましたけれども、はいはい、まあ、いざ落ち着いてですね、はい、前方見て、はい、で実際にそうだいぶ落ち着いたので、はい、で実際に見て、まあ、はい、本当にどれが良かったのかということを、はいはい、一方ずつ振り返ってみようかと思います。はいはい、じゃあ行ってみましょう。はい、まずアウターから。アウターからレギュラーフィットテイラードジャケットセットアップ可能7990円。はい、これ文句ないね。まあ、本当普通にこれ普通にいいね。はい、ただまあ、あえて言うんであれば変わらなすぎ。まあ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 、うん、だってこれ前回もやったし、前々回もやったでしょ。そうですね。だから完成形なんだっていう自信があるんだろうけど、はいはいはい、なんかもうね、はいはい、もうちょっとは欲しかったよね。ポケット変わったとかでしたっけ、これって。フラップパッチから、前回フラップじゃなかった。前回パッチだったっけ。パッチだったっけ、はい、そのフラップになったのか。まあ、ほんとちょっとかっちりしたかなぐらいな感じです。そうだよね。でもそのぐらいだったよね。ほんとそうですね。まあ、方法変わらない、ね、色の展開増やすとか、はい、まあでもこういう定番ものが1個ぐらいないと。定番ものあっていいと思う。あってもいいのか、はい、じゃあいいや、 OK。 次。でもこれリアルで俺ら着てるよね。僕は、パンツの方は入ってたんですけど。あ、俺ジャケット意外と好き。ジャケットは着てないです、俺じゃあのジャケットにワイドパンツとか合わせるの結構好き。かっこいいと思う。もともとジャケットそんな着ないから。あ、確かにそうだよね。まあ、そこまで着ないけど。はい、続いていってみましょう。はい、リラックスフィットテイラードジャケットセットアップ可能7990円。はい、これどうでした。めっちゃレベル高いなって思いました。超レベル高いよね。これ伝わりにくいよね。難しい。これはっきり言ってさ、洋服そんなに知らない人がこのジャケット1枚買っても全然おしゃれにならないし、はい、絶対なれない。すごいこう分かりにくい。分かりにくい。でも着こなし分かる人はこれもう本当に、あ、めちゃめちゃいいなって思ってくれるはず。かなりレベル高いですね。レベル高いよね。素材感もいいし、はい、色味のこの中間色の具合もいいし。これじゃあどうやって着こなせばいいかっていうと、うん、セットアップだよね。セットアップですね。そう、僕もこんな感じでセットアップで着てるんですけれども、はい、この感じで着ると、まあ簡単に、まあ同素材のパンツが用意されてるので、はい、まあだからそんなに実は迷うことないんですけど、ただ間違ってこのジャケット単体で買うと、うん、結構難しいかなっていうのは。かなり難しいと思う。ありますね。三つボタンで丈も長くて、うん、結構ルーズなシルエットのジャケットなん でしかも中間色、はい、ベージュとかの中間色でしょ。本当に普通に着るとね、お父さんのジャケット借りてきたみたいになっちゃうので、これをやっぱりセットアップのスラックスで合わせてあげて、うん、ドレスライクなちゃんとまとまりのある着こなしの中でやると、うん、程よいリラックス感が出てですね、はい、スーツなんだけど程よく気が抜けてるっていう、はい、ちょうどいいおしゃれ感が出ると思う。これ1枚で普通にデニムとかと合わせちゃうと、うん、なかなかね、 お父さんのジャケットって感じになっちゃいますね。ですね。そう、そうだと思います。ここで格言ドドン。リラックスフィットテーラード、はい、1枚で着るとお父さん。覚えておきましょう。繰り返しましょう。いや、もういい。次いきましょう。はい、はい、コットントラッカージャケットセットアップ可能。はい、G ジャンですね、いわゆる。G ジャンですね。これね、僕正直メルマガの評価は、うん、まあぼちぼちだったんですよ、これ。あ、そうなんですか。うん、まあいいけど、まあ、いいけど、まあまあ、まあねって感じ。このラインナップの中では、まあ別にそんなでもないよねっていう話をしたと思うんですけど、ちょっと変わりまして、はい、落ち着いたら、はい、すげえいい。これは僕もかなり好きです。これすげえいいわ。ただこのメインのカラーはさすがに難しい。だからこのメインのカラー、このベージュカラー違うよ、ね。これなんかこのアイテムみたいなイメージになってるじゃないですか。そう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 。その先入観でいくとちょっとこんなんない、難しいだろうってなる。でもリアルにこのインディゴ？インディゴね。まあブラックが簡単だと思うけど、はい、ちょっとインディゴ試していただきたいんですけど、このリアルにインディゴのこのジャケットとこのパンツ、はい、セットアップで合わせて、旅ブーツとか、マルジェラの旅ブーツとか合わせる。またレベル高い。すごいかっこいい。デニムのセットアップ着ないですから、普通は。でもデニムと旅ブーツめっちゃいいですね。めちゃめちゃかっこいいよね。いや、なんかこう、アメリカンなデニムってやっぱ色落ち感がすごい強いんですけど、このトラッカージャケットの、このユニクロの今回のデニムって、均一に色落ちしてる、なんかちょっとどっちかというとアーペー製みたいなデニムなんですよ。
リーバイスっていうよりはアーペーセみたいな感じなので、うん、本当に品のあるような大人のデニムの印象になってるんですね。なので、まあ、今までのユニクロのインライン既存ラインとかあとどちらかというとアメリカンなデニムの素材感が多かったと思うんですけど、今回はかなりヨーロッパな雰囲気で、うん、上下で合わせても浜田省吾さんにならない。なるほどなるほど。浜田省吾さんかっこいいんだけど、はい、浜田省吾さんじゃないんで、はい、そう浜田省吾さんはかっこいいんだよ、はい、で俺が着るとダメって感じ、はい、なんだけどこれはいける。いける。これは俺でも浜田省吾さんでもかっこよくなる。なるほど。そう。誰でもいける。誰でもいける。なるほど。サイズ感が難しい。なるほど。これ変にめちゃくちゃ大きくしたりとか、サイズずらしたりすると急にダサくなるので、やっぱり上級者向け。上級者向けですよね。のは今回はね、ほんと説明が難しいんですよ。めっちゃいいんだけど、初心者さんにはおすすめしませんみたいなのが結構あるから。ほとんどですよね。そうだね。難しいですね。ただ6990円でこの素材感でデニムのジャケットを買えるってすっごいお得だとは思う。うん、次のジャージーシャツジャケットは結構みんなにおすすめできるアイテムだな。さあというわけでジャージーシャツジャケット5990円、はい、これいいよね。これいい本当、しかもおすすめしやすいし、あの適当に羽織ってもなんとなく様になりやすい。これの説明がまた難しいんだけどさ、はい、ジャージーシャツジャケットジャージーシャツジャケットって俺たちからすると、はい、そんなでもないじゃないですか、はい、正直、はいはいはい、このラインナップなかったら別に、はい、本当に仕事なかったら選ばない、はい、まあそうですね、趣味とかでは選ばないですね。でも一般のそのこれからおしゃれをするっていう人に何が買えばいいですかって言ったらこれって言うじゃないですか。言います。この辺の説明がすごく難しい。難しい。だからメルマガでレポート、前回のレポートした時も点数つけるんだけど、はい、毎回僕個人的な意見だけど何点ですみたいな感じで点数つけるんだけど、はいはい、この点数超難しかった。何点ぐらいにしたんですか。忘れた。悩みながらつけたんですね。かなり初心者さんにはこれ100点だと思うのよ、はい、この厚手でさ、ツヤ感があって、でアウターとしても使えて、インナーとしても使えて、ショートパンツ合わせれば夏まで使えて、すごい便利だと思う。めっちゃ便利。しかもイージーケアで大してシワつかないんだよこれ。シワつかない。そう、すっごいおすすめなんだけど、いろんな人から好感持たれやすい、ね、持たれやすいよねこれ ね、 ね、いいの着てるねって言われるよねこれね。でも服好きの人からすると、まあ、かっこいいミリタリージャケットだよねっていう感じで、もうちょっと癖が欲しいというか、今のトレンドだったら、はい、だからさっきのトラッカージャケットとか、ちょっと着にくいアイテム、はい、オーバーサイズのジャケットだったりとか、はい、っていうところを選んじゃうんだけど、この辺の説明がすごく難しくて。なるほど。だからこれから服をおしゃれにしようと思う人とか、うん、まだそんなに服のバリエーション持ってないですとかっていう人とかだと、うん、このジャージシャツジャケット絶対買った方がいいと思うけど、うん、ある程度洋服見てきてる人は、うん、もういい、いいねぐらいで終わると思うので、マクドナルドの照り焼きマックバーガー食った時ぐらいの気持ちになると思うんで、なるほどなるほど、うまいけど、うまい、安い、毎日はいいかみたいななると思う、ね、そう、たまに食べるとね、美味しいんでね、照り玉までいかない感じですね。なるほどなるほど、はい、照り焼きね。そうですね、照り焼きですね。はい、はい、次行きましょう。フーデッドコート、はい、じゃじゃん。これ僕ね、単体だとそんなに好きじゃないです、うん、ただインナーにするとかっこいい、かっこいい。ちなみにこんな感じですね、着用画像。いやでもフーデッドコートはインナーにして着用するしますよ。だからさ、その辺が難しいじゃん。今回ユニクロ U すげえ難しくてそんな人いるみたいな。なんか俺風の噂で見てないんだけど、うん、ウルマさん、はいはいはい、スプチャンネルのウルマさんが今回ユニクロ U ダメって言ってる話らしいのよ、はいはい、でその気持ちすごい分かる。分かる。だから多分彼は見てる人の層に合わせて、こう、あんまりだよっていうことを言ってるんだと思うんだけど、その通りだと思うんだけど、ただ服好きからすると結構際どいことというか難しいことをちゃんと値段当てはめてやってるから、すごい好感持てるじゃん、服作りしてる人とすれば。すごいなって思うよね。そうで、やっぱり僕の周りの洋服好きの、まあ、アパレルの人たちも今回すごい良かったって言うんだけど、うん、ただよくあれ売れるねみたいな。いや普通だってこういうの作ったら値段高くしなきゃいけないじゃないですか。そう割に合わないじゃないですか。で公式ルックでもさ、このフーデッドコートってさ、はい、コートのインナーに使わせてるでしょ。はい、誰がするっちゅうねんそんな着こなし。俺でもたまにしかしないわ。コートなのにインナーっておかしいよね。おかしい。でもかっこいいです。かっこいい。そう、単体で見るとジップの安っぽさとかちょっと気になるんだけど、うん、インナーにした時のあのフードの立ち感とか、うん、あと素材自体がコートと相性いい素材感なんだよね、うん、なんか一体化するっていうか、なんかこうフーデッドコートと、あと後で紹介するステンカラーコートの素材感がすごく、はい、似てたりとか、あとレディースのトレンチコートとも素材感そんなに遠くなかったりとかするので、うん、合わせた時に綺麗にまとまるようにできてるんですよ。だからなんか重ね着してる感がそんなに強くなくて一体化して見えるんで、その辺よく考えられてるけど、ってことはこれフーデッドコートそもそも単体じゃなくてインナーで使うためにある程度意識して作られてると思うんだけど、うん、ようそんな難しい提案をやってくるなという話なんですよ、うん、まあ、なので
ある程度お洋服、普通のお洋服に飽きてる人はですね、いつものユニクロのインラインに飽きてる人はぜひ手を出してほしいけど、まあちょっとインナーコートっていう難しい着こなしにチャレンジする覚悟を持って買わないといけないかもしれないですね。なるほどです。はい。さあ続いてステンカラーコート。はい。12,900円。これはすごく良かったな。これ良かったよね。良かったよね。良かったです。これね、しかもなんか着込むとすごくいい。着込むと。俺ね、割とこれ着てるんですよ。着込むってどういう意味ですか。いや、まあ、ずっと着て、そう、シワ感がちょっと出てくると、すごいなんかミリタリーコートみたいな、古着のミリタリーコートみたいな感じになってて、めちゃくちゃかっこいい。これ普通にすごくユニクロのステンカラーコートって、なんか昔は結構微妙だったイメージが。微妙でした。どんどんインラインも良くなってって、良くなってるね。いや、本当ついに来たなってぐらい、これで完成だっていうぐらいいいなって思います。そうだね。ついに来たぞーって感じだよね。それタントワールってゲームのカテゴリーなんだけど。ついに来たぞーって。ついに来たぞー。あれ、1タントワールかな。セガファンだったら分かると思うけど。昔のやつ。そう。ついに来たぞー。いや、これだって12,900円ですよ。で、しかもさ、これステンカラーコートなんだけど、襟の開きプレスしてあるんだよね。そう。普通ステンカラーコートってもっと首がこう、クッてこう締まるんだけど、チェスターに近い感じで、これプレスしてあって、襟が開くように、解禁っぽくなるようにしてあるんですよ。なので、普通のこういう長丈のコートって、春に使おうと思うと、結構こう、冬っぽさが出ちゃって、ロング丈で。そう。インナーも肌も全然見えないし、長い着丈で足元まで隠れちゃうから、どうしてもこう冬っぽさが出てきちゃって、寿命が短いんだけど、これは、あえてここにアイロンプレスかけてあって、で襟が開くようになってるから、うん、肌が見えたりとかインナーがよく見えるので、そう春らしいちょっと涼しげな印象が出てくれるから、うん、寿命かなり長いと思う。なるほどなるほど。でこれしかも袖まくってきても全然 OK だし、全然 OK ね、かっこいいよね。この感じのコートを袖でまくって着るって結構レディースだと普通のことだけど、メンズだとそんなにね、そんなに見かけないと思うんですけど、でも全然ありなので、そうやって着るんだったらもう本当に夏前って言ったら大げさかもしれないけど、でも春のかなり暖かくなった時期でもこれ全然使えると思いますので。寿命の長いスプリングコートっていうのは割と珍しい、うん、ので12,900円、今からでも僕は買う価値全然あると思います。はい、はい、続いてシャツいきましょうか。シャツリラックスフィットシャツ長袖2,990円、はい、これまあ一番ベタでいいんじゃないですか。ベタで普通に使いやすいし、おすすめしやすいし、まあ本当に特に問題ないような、まあ、また難しい話になっちゃうんだけどさなんか服、まあシャツ、まだいいシャツ持ってない人にこのリラックスフィットシャツおすすめなんですけど、はい、したい僕ら選ばないでしょ、はい、まあ次のワイドフィット選ぶでしょ。そうですよね。だよね。だから、これね、本当に心配してるんですよ。僕結構言ってるんだけど、リラックスフィットシャツ超いいですよ。この間もラジオで言ったんだけど、すごいいいですよって言ってるけど、言ってる割におめえワイドフィットの方ばっかり着てるじゃねえかみたいな。嘘じゃんみたいな。そう。だからそう、違うんだってみたいな。だから本当にシャツ、いいシャツまだ持ってませんっていう人だったら、リラックスフィットシャツが断然おすすめなんだけど、はい、ある程度シャツ持ってて飽きてる人っていうにはこっちワイドフィットシャツボタンダウンから長袖2,990円、はい、これめっちゃいいと思う。めっちゃいい。ストライプの方もいいですよね。そうですね。ワイドフィットストライプシャツボタンダウンから長袖2,990円、このストライプバージョンもすごくおすすめです。この2型一気にやっちゃいますけれども、うん、まあ、JW アンダーソンとユニクロのコラボレーションで、はい、エクストラファインコットン素材のオーバーサイズシャツって今まであったんですよ、はい、あとオーバーサイズのシャツはユニクロはこれ初めてじゃなくて今までもあったんです。ありました。ただJW アンダーソンコラボのやつは既存ラインの素材をそのまま普通に使ってるから、うん、はい、あれもともとオーバーサイズ向けに作られてる素材じゃないので、うん、ちょっとねゴワつきがあるんですよ。ちょっとね、うん、まあかっこいいけどね、はい、好きだけどゴワつきがある。でこのユニクロ U の今回のワイドフィットシャツは素材をこのアイテムのために開発してちゃんと作ってる。でそうするとどうなったかというと落ち感があるんですよ。そうなんですよね。オーバーサイズでゴワつきがあると本当になんかこうでっかい人みたいにちょっと見えちゃう。本当ちょっとですか。ちょっとだけどね、ほんのちょっとだけどね。なんだけどこの素材は重みが生地にあるのでストンとこう落ちてくれるんですね。なので大きなサイズがこうなってこういうなんかこう大魔神みたいにならずにですね、はい、ちょっと大げさに言ってるけど、はい、大魔神みたいにならずにこうストンとこう綺麗に落ちると、うん、これもオーバーサイズの T シャツだけど落ち感あるものを使ってるので、はい、あんまりオーバーに見えないんですよ。ちょっと緩い色気が出ると思うんですけど、それを硬い素材とどうしてもこう、うん、ガンダムみたいになっちゃうので、古着とかだとねよくありますよね。燃え上がれってなっちゃうんで、はい、ならないついつい歌い出しちゃうからそういう服着ると燃え上がれ、そんなことないから燃え上がらない、オーバーサイズシャツということで、そうだからオーバーサイズシャツに今まで抵抗を持ってる人っていうのはこの辺手にしてもいいかもしれないねっていう話ですね。はい、続いていきましょう。ワイドフィットスタンドカラーストライプシャツ長袖2,990円、これどうですか、まとめ君。これも普通に MB 君って言うとしちゃった俺今やばかった、俺今まとめ君って言うとしたのに MB 君って言うとしちゃった。俺たまにありますよね。あ、ないよ。あらあら、動画でも何回かやってましたっけ。あったっけ。僕なんかなぜか MB って呼ばれるってなんで自分の名前を
どんなミスなんだろう、どんなミスなんだみたいな、たまにある。これどうでした？普通に好きでしたね。普通に好き。好きでもワイドヒットの方が好きですけど。だよね、ワイドヒットの方が好き、ね、でもこれも結構好きだったから。これいいなって思うのは、これ長袖なんだけど、すっごい薄い素材なんだよね。薄いですね。そう、だからショートパンツとかに合わせて夏まで使えるっていう多分提案だと思うんだけど、どうでもいいんだけどさ、はい、ユニクロ U の制作チームとこの間お会いして、はい、ライブ配信の時に、はい、いつも全部見てますって言ってくださって、クリストフと一緒に仕事されてる方なんで、はい、もう本当にユニクロの、その中心的な人だと思うんですけど、はい、あの言ってること全部合ってますすごいみたいなこと言ってくれて、そうそうそう、なんでわかるんですか多分僕の予想が間違ってなければ、はい、本当にこうショートパンツと合わせての提案だと思うんですけど、なんかそういうのいいよね、長袖のシャツで夏に使うって。めちゃくちゃ好きです、ね、夏に長袖って思うかもしれないけど、夏は長袖暑いじゃんって思うけど、なんかね、本当なんかこう南仏とかさ、イタリアのさ、リゾート地域とかと長袖のシャツとかでショートパンツ合わせてちょっと袖まくる、袖まくって、そうなんかすごい色気とか大人っぽさが出てくれるから、なんか T シャツ半袖の T シャツに短パンとかだとやっぱ本当なんかこう僕の夏休み感出るじゃん、うんうん、それがちょっと長袖にしてあげると、うん、なんかね大人っぽさが出てくれて、でなおかつこの素材だったらそんなに熱くないので、いややっぱ半袖シャツより長袖シャツの方が絶対おしゃれに見えるんですよ、断然かっこいいんだよね、夏でもそう、まあ暑いからね、半袖着るは着るけど、薄い素材、夏っぽい素材選んであげて袖まくってあげて長袖シャツっていうのがすごいおすすめです。そうなんですよ。で続いてオープンカラーシャツ半袖、はい、2990円、はい、これ実は僕結構好きなんですよ。いや物はすごくいいと思います。いいよね、はい、でも自分では着ないんでしょ。いやオープンカラーももうね、もうずっとなんかこれはやっちゃいけない時代遅れのファッションって僕の動画結構バズってるんだけど、その中でもちょっと言ったんだけど、はい、ちょっと想像して、はい、オープンカラーの緩めのシャツ、はい、半袖シャツに、はい、なんかリングネックレスつけて、はいはいはい、ワイドデニム履いて、はいはい、アンクルのワイドデニム履いて、手羽のサンダル履いて、はい、テープベルトして、はい、大学生じゃね？めっちゃ想像つきますめちゃくちゃ想像つきます。 ZOZO のなんかこう、はい、仮想ブランドがやってる感じ言いにくい感じじゃん。なんかその辺がバーッと広がっちゃったから、うん、オープンカラーシャツってちょっとね今ね気分的にそんなに着たくないなとかと思うんだけど、これいいのは大人な素材にしてるんだよね。そうですよね、素材すごくいいですね、すっごい。いやなんか下手にテロテロするとその大学生のオープンカラーシャツマンみたいになっちゃうけど、うんなっちゃうけど、これはなんかね理念感があってさ、はい、マットな表情で大人な印象なの。これタックインしてさ、やら絶対やらないと思うけど、はい、タックインしてスカーフとか入れるとめちゃかっこいいな。いちょっとナノユニバーサルのティアモさんみたいな、うん、あの感じで足元チーニーとか履いて、かっこいいですよね、インコテ履いて、インコテックスのスラックスとか履いて、はい、めちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、なんかそういうなんか着こなしができる人はそもそもユニクロより買わないんじゃないかっていう話にも問題にもなるんだけども、まあでもおすすめでございます、はい、ちょっと大人な人におすすめですね、はい、この辺で小物いってみましょうか。はい、グッズトートバッグ3990円、これめちゃめちゃ僕好きなんだけど、好きですよ、もうちょっとサイズ大きい方が良かったなっていう。中途半端でした、ね、中途半端でした、うん、なんかね今のトレンド、オーバーサイズのトレンドだと、うん、これトートキャンバスのトートバッグってもっとでっかいのかっこいいじゃん、うん、はい、それがめちゃくちゃちっちゃいかも、どっちかだよね、そうそうそう、これどうしてこうなってるかってレディースサイズなんですよ、うん、なるほどなるほど、当たり前だけどこういう小物メンズ売れない、売れない、だからレディースに向けてレディースのオーバーサイズなんで、なるほど、メンズもギリギリ使えるけど本当に本当にシビアなこと言うともっと大きい方が今のトレンドのキャンバスバッグだったらかっこいいと思います。なんかグッズでユニセックスと言いつつも基本的にはいつもレディースですもん、レディース、ちょっと油断するとだってカテゴリー間違えてレディースに出てるもんね、切り替わったり、切り替わったりするよねそうそう、やべやべって直してると思うんですけどそう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 、なんでこれまあ女の子だったらめちゃくちゃおすすめですけど、うん、男性だともうちょっと大きい方がかっこいいと思いますね。ちょっと身長だったりとか、はい、その最近のトレンドのサイズ感にこのバッグってほんの少し気になるなっていうのがありますね。で小物って僕らからするとユニクロ U の小物って結構楽しみじゃないですか、はい、楽しみではあるけどいつもなんかいつも外してるよね、はい、なんかもっとなんか高くてもいいじゃん、いつも安い、あ、妙に安いじゃん、はい、1000円とか、はい、今回3900円のトートバッグとか出してて、はい、まあまあいいなと思ったんですけど、はい、なんでこういうのいっぱいやんないのかなと思ったんだけど、はい、なんかちょろっと言ったんだけどユニクロの人に、はい、3990円のバッグ高級品なんですよ、うちだと。そうなのか。だって普通に考えてキャンバスのトートバッグとか1000円とかで売ってるから、まあまあそうですね、めちゃめちゃ高級品だから普通に考えたら売れないんだろうね。なるほど。なのでいかに U ラインといえどもちょっとお金かけていいものを作りたいってなっても、うん、
まあ、バッグ3,990円って普通に考えて僕らは分かるけど、いや無理じゃん。無理ですよ。無理、全然無理。全然無理。それでも売れないんだと。なるほど。そうだからやっぱりメンズに向けたサイズ展開とかができなくて、どうしても分厚い客層であるレディースに向けてサイズを調整して、男女兼用って逃げ道を作って数を売るっていう戦略にしかならないんだなって考えると、やっぱ小物は難しいなと思ったんですよね。で次も同じことが言って、テープサンダル、テープサンダル、これもやっぱりレディースとメンズどっちも使えるようにっていうところでリスクヘッジしてるんだと思うけど、今回でも良かったよね。良かったです。かなり良くなった。丸にっぽいよね。丸に感ちょっとありますね。ちょっとありますね。ネオプレーンの素材がこうベルトの内側に入っていて、その上にベルトついてる、ね、そうそうそう、この二重構造がちょっと高級感があってですね、非常にいいと思います。今までのテープベルトって本当になんかこうテープつけました、はいどうぞっていう感じの B さんにテープついたみたいな感じになっちゃってたけど、今回はですねネオプレーンの素材が1個挟まっていて、風合いもすごく綺麗で高級感があるので、僕ソックスと合わせてこれ普通に使ってますね。うん、めちゃ使ってるんですね。早い。なんか東京だとさ、意外といけるなと思って。まあ、ソックスあれば実際いけるよね。ソックスあればいけるよね。はい、素足だったら変だけど。そうですね。うん、そう、なんかコート、ロングコートの外しとかで履いちゃう。なるほど、なるほど。かっこいいなと思って。はい、はい、という感じで、前編お届けしましたが、後編まとめチャンネルの方では、ユニクロ U の得意なアイテムですね、はい、セーター、カーディガン、ニット系の話と、あとは T シャツ、スウェット、そしてパンツについてお話をしていこうと思います、はい、というわけで、MV チャンネルこの辺でおしまいなんですけれども、概要欄の方から後編飛べますのでぜひチェックしてみてください。私毎週日曜日メルマガ配信しております。メルマガでは動画限定動画やっております、はい、限定動画では、YouTube では言えない危険な内容だったりとか、ほぼ毎週やってるライブ配信、すべての質問に回答するライブ配信などなどやっております、登録するとですね、一度登録すると過去に配信された動画ライブ配信のアーカイブすべて見ることができるのでめっちゃお得です。一回ぜひ登録してみてください。概要欄の方に登録フォームあります。はい、MB チャンネルこんな感じ、後編に続く、またお会いしましょう。MB でした、バイバイ。頭でした、バイバイ。